汎用の夜叉姫完結ということで、次回汎用の夜叉姫第48話とわに続く未来の先行カットがですね、いつも通り出ておりますので、まあ、とりあえずは画像見ていこうと思います。1枚目はこちら。その次回がモルハの借金返済のためにイリヤシャがこう一肌脱ぐというね、あらすじがございましたので、まあ、そのモルハのやっている妖怪退治賞金首退治をこの手伝うとかしてくれて、まあ、それでその借金を返すことがまあ、できるのかなっていうところですね。まあ、でもとりあえずまたね、ちょこっとしたシーンではあると思うんですけど、そのイニアシャ、モロハのね、京都戦うシーンがね、まあ、見れると思いますので、楽しもうね。そして、次の画像が、まあ、これその次回予告でもあったんですけど、モロハがま、カゴメに怒られているシーンですね。一体何に怒られているんだろうねっていうとこなんですが、モロハさんがね、まあ、ちょこっとみたいなポーズをしていますので、そのイニアシャと行った妖怪退治で、なんか少しだけ、ま、危ない目にね、あったりしたのを、なんか言われていたりするのか、まあ、それか、その、ベニアシャの話とかね、そもそもモロハのこの身を案じて、カゴメの暗示をかけて、モロハはその妖怪の血を抑えていたんです。けども結局その柔らぎから解放方法を、教わったことで、まあ、ガンガンねベニヤシャになるっていうのを繰り返しておりましたので、まあ、これがあんまりね、その汎用的には良くない、話ではありますから、そこを何か言われていたりするかもしれません。そして次がこちら、まあ、リンが殺生丸からもらった反物をリンさん自身が仕立てた、まあ、着物をですね娘たちにプレゼントしていると思うんですけど、まあ、やっぱりそのこの着物を見てみますと、エンディングにねあった着物をもらったみたいですね。ここちょっとね、ネタバレだね。まあまあ、でもやっぱりそのリンさんがね、すごい笑顔でよかったです。そして、最後がですね、リン、殺生丸様、邪剣なんだけど、その三姫が妖怪退治の、まあ、依頼を受けまして、新しい旅に出ていくみたいですので、まあそれを、見送っていたりする感じかなと思うところです。でですね、まあ今回もこれがその公式ツイッターでね、先行カットが出ていたわけなんですが、まあ、ちょっとね、見てもらいたいのが、第48話、最終回。とわに続く未来先行かと公開と、クラッカーね、ついてます。で、その強さ、父譲り、殺生丸とイニアシャの娘たちの物語、ついに完結。シャープ汎用の夜叉姫、第48話、読売テレビ、URL と、最後、このハッシュタグ、汎用の夜叉姫、完結、ということでね、完結なんだってさ、はい。まあまあ、とりあえず、まあ、言葉ではね、言葉ではそうなってます。でもまだね、この最終話終わった後、その夜叉姫に通ずるね、発表とかもあるかもしれませんので、まあ、もちろんこの最終回ね、見るっていうのも楽しみなんですが、まあ何かあったりするのかなとのも含めて、この次回48話、とわに続く未来ね、楽しみしたいと思います。それでは、今回は先行カットの話でした。